このチャンネルをご覧の皆さん、モリンちゃんことモリンです。この前の動画の続きとなりますね。今回は、アリー製作所のガメラと、で、当時ニットが発売していた200分の1のガメラです。これアリー製作所で、こちらがニットですね。で、どうも同じ、なんて言うんでしょう、型枠を使ってるんだろうと思うんですよ。部品を見た限りでは全く類似してるなぁと、まあそう感じました。で、それぞれね、中身を見てもらったら分かりますので、ちょっと中身を公開します。ちょっとお待ちくださいね。では、こちらがアリー製作所のガメラですね。中身、これがまあリモコンの、あれで、まあ、なんていうんですか、アリー製作所は、やっぱり200分の1と一緒でね、最初から、中のギアボックス、足を動かすための、まあ、ギアボックスを製作するような形。ちょっと分かりにくいですけど、これで分かるかな。ピントがあったら、で、まあ作っていくことになります。なんて言うんでしょうかね、ニットさんのはまた後で紹介しますけれど、アリー製作所さんの方は、まあまあ当時としたらこんな、リモコン出してたんだなと。でも僕は全く記憶になくて、果たして本当だったのかどうかも全く、なんて言うんでしょう。第一、リモコンって言ったら当時としたら結構高嶺の花というかね、高嶺というか、まあ、買えるようなあれじゃなかったので、で、まあ、こういったものがあったんだなと。いうことで、復刻版はもう、かれこれちょっと10年ちょっとぐらい前かな。まあ、これ、買って、まあ、保管しておいたものなんです。で、まあ、これ、見た感じでは、ちょっと、正直なところ、作ってはみたいですね、もう。もう、これだけの、キットなんですか、作ってはみたい。でも作ってしまうと、なんかもうそれで値打ちがなくなっちゃう、ちょっと微妙な感じですよね。まあとりあえずそんなことでね、こちらは、まあ、アリー製作所のガメラですね。まあそれぞれちゃんと袋入りになってまして、で、組み立てると結構大きいかなと、サイズがね。じゃあ、ちょっと次、ニットさんと交代します。では、こちらがニット価格の、まあこれ再販物とちゃんとシールまで付けてあるので、まあ1984年になってます。で、1984年1月、完全限定復刻版ということでね。これは、まあ、さっきほど紹介したアリーモデルさんの分と、ほとんど同時期と違いますかね。部品を、どこどう見比べてみても、まあ、変わらないよな、みたいな感じなんですけどね。これは購入した時からビニールに入っていませんでした。で、このまんま、こう、いるような感じになるんですけどね。まあ、こういう感じね。で、そこそこ、まあ、組み立てると結局のところ、まあ、アリー製作所さんとニットさんと、まあ、変わらないだろうと。大きさはね、サイズ的に。まあ、そんな感じなんですけどね。感想としてはね。で、ニットさんが、まあ、ちょっと、若干作る上において失敗しにくい、ここのところを見
ってもらったらあかんです。ここ、これもすでにモーターもギアも組み込まれてます。で、これを、まあ、中にはめ込んで止めるっていうような、こういう、ちょっと、方法、作りを、まあ、なってますので、まあ、こういう点では、まあ、ちょっと、日東さんの方が作りやすいかなと。まあ、見た感じでは、まあ、私としては、ちょっと、そういう、あれ、まあ、感想というか、うん、持ちましたね。で、当時僕ね、こんなリモコンがあるっていうこと自体全く知らなかったので、どんなんかな？うん。もし仮にね、リモコンで再販されるのであれば、僕、このガメラとか、このゴジラのシリーズ、もういいんですけど、実は忍者赤影に登場する、アゴンっていうカブトムシの怪獣が、まあ、その赤影の中で登場するんですけど、ネゴロ13人衆だったかな、そのシリーズの中で。で、そのカブトムシのね、リモコンがどっかのメーカーから出てたはずなんですよ。で、そのカブトムシのリモコンだけは僕とても欲しかったので、なんか親に無理言って買ってもらった覚えがある。でも、その、なんて言うんですか。やっぱりね、失敗に終わりました。足が動かないというか、そのカブトムシのそのアゴンのね、リモコンの。で、そのアゴンっていうそのカブトムシの特徴は、前の角が短くて小さい。で、後ろの角が大きくて長い。というのが特徴だったんですよ。それを私は、ただの思い込みで、長い角の方をカブトムシの頭の角、てっぺんにつけて、で、短くて小さい方の角を後ろにつけました。で、当時はそのテレビ、まあ見たらそれっきりなんですけど、まあ挿絵とかあんな、なんていうんですか、雑誌とかのあれで見て、あれこれ違ったなっていうことで、接着剤を剥ぎ取って、で、付け直したような記憶もあります。で、当時そのカブトムシのアゴンのリモコンもあったよって、そういう風な何か情報が欲しかったんですけど、どこをどう検索しても、とにかく、引っかかるっていうか、ありませんでした。だから、誰かそういう情報というか当時あったよみたいなことを、教えてくださる方がいらっしゃったら私としては幸いですね。リモコンって意外にこう、なんていうんですか、当時はうまくできなかったっていう記憶だけが目いっぱいありますね。そういう点で、まあ、なんていうんでしょう、ちょっとした、まあ、お話ですね。タイムスリップ感覚で、まあ、こういうキット昔あったよということで、今回は取り上げてみました。次回も、今度は日東さんのシリーズ、まあ、日東科学さんのシリーズで、ゼンマイものをちょっと取り上げてみようかなと思ってます。では、また。